でした。ものすごいぶっつけ本番でした、すべてが。まあ声もこもるタイプなんでね、そういうのもこう、うわーやっぱり向いてないなーって最初流れて思って、じゃあちゃんとした声でちょっとやってみようみたいな、こんにちはみたいなでやるじゃない。そうすると今度それがまた不自然だからいやーやめた方がいいですよって言われてじゃあ普通で行こうかってみたいな。お邪魔してますね。宮尾進むびっくりなぐらいこう始まる前に許されないでしょこういうこと。いや許されないですよ、ね、これもショー始まる前なんですよ。ショー前にあの見ていいよってエディが、エディと何回話してるかな、何回かあの話してると思うんですけどね。毎回面白かったんですよね、このディオールの時代にねインタビューしてくれて、まあ、言ってる、まあ彼はまあ出てこないでしょ今ね。だからそのこの頃はすごいあの素直にいろんなことを言ってくれてて、ね、これはかっこよかったんですよ、爆発。うん、これねベストワンかな。グラムをテーマにするとものすごくこう強い章に、これは提案が強いからなりやすいんですけど、まあ本当に要求されるセンスを、もう間違うと本当にいらない服ですから、これやっぱ乗ってる時のデザイナーのメンズにおいて言えば本当こう最終着地点みたいなところはありますよね。まあワクワクしてましたね、この頃のエディのショーっていうのはこう見る前からね。あのもちろんバックステージ入れたっていうのも面白かったんですけど、どんな風になるのかなっていうね、最近ちょっとないもんね。やばいやばい、開けろっつってお前開けろってそうです、やっぱ面白いね。そう脱がされてたからこの人は上手に話すんですよ、自分のねコンセプトとかこう服に関して考えても、結局考えたようにはいかないんでね、あの相手見てパッパッとこっちもなんか言っていかないといけないから。だトム・フォードとかはやっぱすごいこう決まってるんでね、あらかたね、自分で言いたいことっていうのが、だからすごいやりやすい人でしたね。アホなことばっかり言ってああいうジョークね、あの好きなの、イギリス人だから、うん、ミスター・ビーみたいなの好きなの。でみんなこうだんだん言うことがねこうピリッとこうしてくるんだよね。最初の頃の方がまあなんとなく緩いのよそれは面白いよね、だんだんそれらしくなってくる、ね。まあ、クリストファーなんかは今や社長ですからね。そうですね、うん、ちょっとずつ経営者の顔になってきたりしてね。ファッションってなかなか言葉にできないでしょ、あの文章もね、なかなか、まあ、文章だとまだ声出さなくていいですけど、言葉にするっていうのは本当に難しいなっていうのを感じましたけどね。でただトム・フォードとかエディ・スリーマン、まあ、さっきもクリストファー・ベイリーとかああいう人たちと話して、あなるほどそういうふうに言えばいいのかとかね、そういうのはすごい勉強になりましたね、うん。ファッション通信さんありがとう ありがとうございます、うん。私にとってファッション通信。
虎の穴。焼肉屋さんではありませんよ、ね、タイガーマスクの虎の穴、ハードトレーニング。